さあ、マサテオと稲妻圭介、現在、成マサテオが1勝先制しています。稲妻圭介、ここで返せるか、それかマサテオが勝っていくか、勝って一気に有利な、さらに有利な状態に進んでいくかというところで、2人まだ同じくらいです。そしてツインブリッジはどうだ、さあ描写がありますが、2人とも生き残っている。そしてドラゴングライダー、2人とも掴んだ。さあ着地もさあ同時、ほぼ同時、この壁の勝負、ああ踏めていないマステオ、稲妻圭介がしっかりと登り切りました。これで稲妻圭介、チルノフーカが1勝返しました。これで1対1。次の勝負は、それぞれ逆の、相手チームの対戦相手と対戦して、2人同じチームで2人勝ったら、その時点で勝利、次のラウンド、まあ、決勝戦の進出が確定。負けてしまった場合は3位決定戦ですね。それで1対1などになった状態であれば、先ほど言った通り前哨戦順位の合計値の低い方なので、この場合はまあマサテオナギが、その場合だったら勝ち上がることになるので有利な状況です。それにしてもさあ拮抗した試合でしたが、稲妻圭介はここしっかり登り切って勝ち切りました。